今回は毒毒モンスタークイズ後半戦。残りのモンスター11個のうちアウトは2つ。なんとなく臭いなっていうのをいくつかあげてみて。大丈夫、セーフそうなの。セーフそうなのは、うん、ミノカサゴ、うん、イボウミヘビ、タコぐらいです。うん、なるほど。その中でも、どっちかなんですよね。ミノカサゴいっちゃいな、いっちゃいな。カニのお前喋りすぎや。喋ってるじゃない。じゃないんじゃないって言えばいいだろ。ちょっと威圧感が感じるから。そっちじゃないんじゃない。あ、じゃない。俺はね、分かんない。いいですかこっちで。うん、でもあれですもんね、一回バッと持ってるから安心。だってイボウミヘビなんて噛むこともできるや、巻きつくこともできるから、毒以外に武器持ってんだよこいつは。ああ、ね。じゃあこれにします。選んだ。はい。はい、やった、もう帰らんないよ。こいつコブラ科だからね。やばい。さあ、やばい。さあ、水木さん、あなたの選んだ生物は何ですか。はい、私が選んだのはイボウミヘビです。はい。つけてたやっぱり小ブラ化だよ。だから小ブラ化なんてヒント出すわけないから。確かに、ま、はい、そのままだもん。やっぱりちなみにイボウミヘビは20個中7位、毒性は小ブラ毒のおよそ8倍とかなりの猛毒。残りのモンスター10個のうちアウトは2つ。イエーイ。いや、うまいよ、結構残ってるもん。次引いたらおしまいだからね、はい、そっちのチーム。そうだ、もうリーチかかっちゃってんだ。ミノカサゴってさ、そんなに食ってなかったっけ、ね、うん、沼津とか行った時に食うよね、カサゴフライにして。あの、美味しいじゃん、パリパリ。カサゴね、全体食うじゃん。取っちゃった。ここでも食える。取っちゃった。大丈夫だよね。いや、大丈夫だと思います、ね、チームでね、決めて。じゃあ、はい、ちょ、はい、私が選んだのはミノカサゴです。ブってなれ、大丈夫だよこれ。ブってなれ、ブってなれ、大丈夫。ミノカサゴ、よーし、お願いします。やばいっす。食ってんだ。はい、じゃあ続いて残りのモンスター9個のうちアウトは2つ。これか。はい、俺この2つ、この3つのうちどれかだと思うんだけど、うん、どう思う。ちょ、チーム、ここはいいんだからね。いいよ、うん、はい、喋って。ゴンズイのがセーフだな。はい、と思います。やっぱこう集団でいるんだ、うん、1匹にそのちっちゃい毒しかなくて全員でやるんだ。いや、だから全員でやった時の威力が半端ないじゃない。でも1の時はそんな大したことないから、はい、少ないと思います、ね、ゴンズイ毒あんの知ってんだ俺。いや、全員で暮らしてんだって。はい、はい、毎回。私が選んだのはゴンズイ。これどこかも知ってるんだけど、集団でいける。おー、マジか。よしよし、本当に追い込まれてきたじゃないかよ。聞いてないよ、うちは。あと8個、はい、残りのモンスター8個のうちアウトは2つ。やっちゃうからな、俺は。8個中2個しかアウトないから大丈夫。でも、三村さん、私、うん、さっきクラゲ選んで、うんうん、ブーってなったじゃないですか。うん、だからクラゲあと2個あって、うん、1位2位全部クラゲじゃないと思うんですよ。そういう頭働くんだ。いやいやいや、ミクちゃんいいよ、いいこと言った。俺ももうね、はい、もうないですよね。もうないと思う。クラゲはね、セーフだと思う。どっちがいいと思います。それはもう好きな方にしなさい。ちょっと待って。好きな方にしなさい。好きな方にしなさい。そうですか、うん。でもこっちは北海道から東の、うん、北海道だから大丈夫かな、こっち。そうだね、これ毒を持ってるやつ、すげえ猛毒持ってるやつがこんな目立とうとしてるわけないもんね。もっと潜ましてるもんね、こうやって、ね、そうですよね。こっちじゃないの。これでいきます、私、うんうん、セーフだ。これはセーフ、これセーフ、絶対。私が選んだのは赤クラゲです。あれやばい。いや、絶対大丈夫です。これ絶対大丈夫。クラゲ全部はないかな。ない。よーし、うまい。考え方が良かった。クラゲが全部はないんだな。大浦行子、考え方が良かった。よし、じゃあ水に行ってやろう、
残りのモンスター7個のうちアウトは2つ。いやどうする、クラゲも1個あるぞ、あとあっちのエボシもいるからな、うん、でもクラゲはねやばいと思うんですよ意外と、はい、うん、候補じゃあ3つ言ってくれ、タコか貝か、あでもイソギンチャクもいけますかね、その3つ、はい、タコ貝、はい、うん、あじゃあ貝は抜きます、イソギンチャクかタコにします、どっちかで、でどっちだと思う、2択でどっちだと思う、もう今の意見で終わり、いやもうどっちだと思うって聞いてるだけだもん、はい、まだ俺の意見言ってないから、どっちだと思う、どっちどっちじゃあどっちだと思う、タコじゃない方がいいんじゃないかな、イソギンチャク、はい、それ初めて見た、初めて見た、なんだそれ、水木が2個まで絞ったんだ、あとチームの応援です、なんかちょっとやだ、知らないよ、全部ズルの名人だ、ズルのなんかズルのチームみたいな、ズルのチームみたいな、こっちまたそっちズルみたいな、これ初めて言ったもん、何て、はい、うん、そっちがいいんじゃないかなって言ったんです、そうそう、かなだからズルみたいな名してたよ、してないです、はい、じゃあこっちにします、まだ1個うちは余裕あるから、はい、私が選んだのはマウイイワスナイソギンチャクです、色ついてるから怖いんだよな、うわ、はい、こちら第1位です、一番ダメなやつじゃん、はい、これ強さが生産カリの8000倍で、フグ毒テッドロードトキシンの60倍にもなる猛毒、食事に触れただけで生き物は窒息するかのごとく死亡するそうです、マウイ島にいるんじゃん、だってハワイでしょ、怖っ、うん、マウイ島にいます、知ったこ知ったこ、こういうこと、うん、やっぱ綺麗なやつ危ねえんだよ、ね、危ない、強いね、これで1対1の同点、次にアウトになったチームの負けとなります、果たして勝負の行方は、残りのモンスター6個のうちアウトは1つ、ここをクリアすれば絶対絶対に追い込めるんだよ、やばい、ここを焼かれたらお芝居だ、残りの1個のクラゲのことはどう思う、クラゲ1個、そうなんですよね、ね、残りのクラゲで本当にナンバースリーになるかな、もうクラゲの最高峰は出たんじゃね、さっきでハブクラゲでしょ、アウトだったの、うん、はい、うん、あ3位でした、だから次2位が残って、ゴーシュアンドンってさ、別に光アンドンって光を出してるだけでさそんなんでもないんじゃないかって、深海じゃないの、じゃあこれ光出してだ、深海だから毒なんか持ってたって意味ねえんだ、うん、刺すやついねえから、うん、じゃあそれでなんでうんうんってか何、はい、よしよしみたいな顔してる、光に集まってくるんだろうね、多分そこ食べちゃうんでしょうかな、深海だから、だから何、だから毒なんかいらないんじゃない光に集まってきたらふって取る、いや本当本当詐欺師みたいな目に毒なんかいらないんじゃないいいよ、でも選んだんだもんな、いや、はい、入ってないよ、クラゲは2個、クラゲはないと思います、2個は、うん、ゴーシューアンドンクラゲはセーフです、こんな言い方してなかったアウトになる、アウトになる、もう終われ、もう終われ、止めない、粘れ、やったー、早めに終わった、大丈夫、大丈夫、大丈夫ってなんだ、ゴーシュースアンドキワガラで大丈夫じゃない終わったんでしょこれ、ゴーシューアンドンクラゲは殺人の魔の手と呼ばれる触手を持ち、クラゲの中で一番毒性が強いんだって、刺されてからわずか数分足らずで死に至る危険性があるらしいよ、ちなみに残りの生物もかなり猛毒だから海で遊ぶときは気をつけてね、ということで三村チーム罰ゲーム決定、あの量が少ねえってことは相当やばいやつじゃねえかよこれ、やばい、はい、同時でいいです、同時でいいですよ、もうせーのでね、変えちゃダメだ、いきますか、じゃあお疲れ様でした、お疲れでーす、はい、せーの、ドン、あーこれあれだ、なんか知ってる、あのやつだ、あーなんか知ってる、あそこになんかあった、どのやつ、どのやつ、オリーブだ、そう、あのまずかったですすげえ健康じゃん、あもう健康になるな、はい、うん、大丈夫大丈夫はい
い、ということで以上ドキドキモンスターでした。はい。